どうも、エクタルカです。今回は当選したプラノサウルス、ティラノサウルス、ゴールドメッキバージョンの組み立てをやっていきたいなと思います。で、全身骨格はもうすでに作っているので、あとはクリアパーツ、肉付きをして完成させていきたいなと思います。もうこの中にね、なくさないように全部しまっておいたんだよね。ない?ほんとどこだろう。おー、ガブくん、プラノサウルス知らない？作りかけのやつなんだけど。知ってるよー。あっちにいるよ、あっち。ん？は？え？は？なんでこんなぶら下がってんの？は？意味わからん。ハルルはさ、この子完全に組み立ててさ、僕より可愛がろうとしてるんじゃないの？ねえ、どうなの？助けてー。違うよ。これを組み立てて、ガフ君にプレゼントしようと思ったんだよ。本当かな？信じられないな。本当だって。今日はさ、ポケカの診断の発売日じゃん。すごく欲しかったやつ。ガブくんよく手に入れられたね。すっごい大変だったけど抽選で当てたんだよ。これを使ってパック開封デスマッチをするんだよ。何？もしハルルが勝ったらこの子は解放するし、続きを組み立てていいよ。おお。もし僕が勝ったら声キュッキュッってして熱帯シャワー。開封デスマッチ始めるよー。助けてー。ルールを紹介するよ。これを半分にして順番にパックを開封していく。 UR、SR、SAR が出たら4点、 AR が出たら2点、ダブルレアが出たら1点。そしてなんとこの箱にはトーゲピーが、僕の大好きなトーゲピーが出るらしいんだ。それを引いたら、まあ普通のノーマルだけど5点。これで開封していくよ。僕こっちにする。わ、分かった。オラはまあどっちが出るか分かんないから、じゃあこっちにするよ。今回は混ぜなくていいか、一回出しちゃったけど。じゃあこれで順番に開封していくよ。僕から行くね。どうも、僕が大好きなトゲピーを引くんだ。トゲピー5点はでかいからね。あねー、ピーってやつ使えるからいいや。じゃあ次オラの番。フンス。ん？はい。今回これは30パックあるんだからね。おりゃ。バーで。よし、じゃあオラの番。あれ、これオラの方がなんか多くない？ちょっとフィッてやっちゃったかな。まあいいか、順番に開封していけばいいもんね。いくぜ。おー、はぁ、なんも、まあまだね、初めの方だからね。ツイッターからなんだからね。さあ、いくぜ、トゲピー出てこい、トゲピー。おー、やったー。これはブルロー、AR 出たよー、やったー。AR は2点だったかな。やっぱこれ1回出そう。ふん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 。ガブくん、結局混ぜるんかい。オラの番。まあなるべくじゃあオラは左側の方を開封していくことにしよう。いくぜ。あー、トゲキッス。あー、トゲキッス惜しい。トゲピーの次の進化系だったね。くー、ティッパークの番だよ。あれ、おー、え、ちょっと、待って、ま、なんか出てるね。出たよ、いくよ、おりゃ。え、出てる、違うのかな。あ、なんだ、ビークリー、ダブルレア、びっくりさせやがって。この輝き綺麗じゃないか。おりゃ。じゃあこれで1点だ
から合わせて3点。僕がすごくリードしてるね。もうやべえ。嘘。せっかくプラノサウルス当てたのに。だってあれ熱湯でフェイしたら、ああ、出なかった。熱湯でフェイしたら、バカなんだよ。大変なことになっちまうよ。ガブくん、頼むぜ。嫉妬。嫉妬か。これはやめてくれ。助けてー。じゃかー。あー、トゲチックは、トゲピーの進化系だね。惜しかったー。よし、じゃあ次はオラの番だ。ふん、ふん、ふん、ふん。巻き返していく。あー、ポッポー、ポッポ出たー。AR だー。アートリアーということー。くっせー。すぐになんか追いつかれないし、このまま僕が点数上のままフェイしていくんだからねー。おー、ちょっと待って、よくない。 AR 出たよー。2点だー。よーきらーす。やったー。余裕だねー。僕の勝ちベビーだねー。やべーやべーよ。マジかよ。オラの番、行くぜ。頼む。これはマジでトゲピーを引くしかない。はぁ、嘘、やばい。僕の番だよ。いっけー。さあ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 。フンクス。まあ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 、こういう時も普通にあるよね。よし、じゃあ、オラの番だ。行くぜ。ふぅ、頼む。頼む。おー、来たー。ピジョットのダブルレアー。よっ。言ってんだ。鳥さんが集まってる感じになったね。まあそれくらいならいいや。やっぱね、こういうデスマッチはね、なかなか圧倒的な力を差をつけないで。あれ、なんか出た出た、まあ、出てないね。どっちが勝つか、ワクワクふわふわしてんのが楽しいんだよね。よっしゃ、俺の番だ。確かにね。でもガブくん前回圧倒的な力の差を見せつけてやる的なことを言ってたような。そうだったかな。でも僕もデスマッチに目覚めちゃったんだよね。はい、僕の番。やっぱね、どっちが勝つか分からない逆転勝ちとかもね、楽しいよね。さあ、来た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 。ブルル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 ルよしよしよし。圧倒的な差でヒーヒー言わせてやるよ。カブくん、あれ、なんかさっきから言ってることがおかしいぞ。どっちなんだ。結局は圧倒的に勝ちたいんだね。さ、オラの番。頼む頼む。マジで、あーでん、嘘、やばい。さ、バカなんだよ。まあでも3と6だったらまだ全然、だってトゲピーポイントがあるから巻き返せると思う。出るぞ。これなんかだって、これ見て、これ金に光ってるもん。いくよ、ロッコンからのボールターン。やったーやったー。これ4点だね。4点。待って、これ最高じゃね。俺もうすっごい引けてるじゃん。おめえおめえな。カカオくん、カオくんが、いや待て待て、オラにはねまだトゲピーポイントが出るかもしれないから、全然巻き返せると思うんだよね。あー出た、トゲピー出たよ。トゲピー出た。 5点。え、待って、これもう一回オラがトゲピー、いや、いけると思うよ。いけると思うぞ、これ。これいける。なー、なにー、なんてこと。まあこれが勝負の面白さっていうやつだね。さ、ひっくりゃー。はい。ガブくん。さあ、オラの番だ。行くぜー。おりゃん。あ、なんか光ってるー。氷っぽー。この氷っぽー、キラキラしてるー。これは1点だね。ダブルレアだから1点だ。え、これいい感じに追いつけそうじゃね。なー、まあ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 、まあ、勝つのは僕って分かってたよね。さ、行くよー。あれ、あー、ちょっと、トゲピ出た、トゲピー。やった、これ5点だね。おー、しゃ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 、トゲピーポイント最高だね。あ、
口糸いるんだこれ。マジか。嘘。トゲピーって一箱に何枚入ってんだ。ちょっとほら、もう一回トゲピー、あと2枚箱もね狙いたいからね。 UR の時は出なかったか。 UR の時は2枚箱出るからね。もう一回パークパーク、もう一回ってかパーク、よっしゃー、おりゃー、ふん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 。あー、クチータもいいんだよね。よし、オラマだ。これ追いつけんのかな。不安だよ。熱湯の剣はかわいそすぎるよ。あー、でんかった。あー、残り少なくなってきたね。もう僕の番だよ。そりゃおいー、はい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 、よし、オラマ番だ。あー、これ引いたら残りラストパックずつになってしまう。ここで頼む頼む。出ない。僕の番でささっとね勝利して終わらせてやるよ。おりゃー、行くぜー、フェス。わーい。まあでも、もうこの圧倒的さで僕に勝てるのかなー。やばいやばい、頼む頼む。あー、ストーンエピーの進化系だー。まあ負けたー。待って、15対9でガブくんの勝ちだ。わー、じゃあ熱湯の系と行きましょうかね。さあ、お風呂場へレッツゴー。さあ行くよー、熱湯の系じゃー。かわいそうだよ。